ダニー・トレバさんは、オハイオ州、ヤングスタウン出身のアメリカンフットボール選手。現在 NFL のシカゴ・ベアーズに所属している。ポジションはラインバッカー。オハイオ州、ヤングスタウンで生まれた。彼は、フロリダ州リーズバーグの高校に進学した。ケンタッキー大学に進学し、2008年は主に、スペシャルチームとして、全13試合に出場しごタックルを上げて、上位。2009年。 先発6試合を含む13試合に出場、チーム2位の82タックルを挙げた。ジョージア大学戦では、第4球に1ヤードラインでファンブルリカバーし、バンクルワセに貢献した。2010年、サウスイースタンカンファレンストップの144タックルを挙げて、カンファレンスのファーストチームに選ばれた。2011年もカンファレンストップのタックルを挙げたが、 カレッジフットボール最高のラインバッカーに与えられる、ディック・バトカス・賞のセミファイナリストには残れなかった。2012年の NFL ドラフト6巡で、デンバーブロンコスに指名された。DJ ・ウィリアムズが旧試合出場停止となったことも、あり、ニッケルパッケージで起用された。2013年、第5週のダラス・カウボーイズ戦では48から48の同点の場面で、 トニーロモのパスをダイビングして、インターセプトをマーク。これが、決勝 FG につながり、チームは51から48で勝利した。この年、急成長し、ディフェンスの出場スナップ数では、クリス・ハリスに次いで、チーム2位の数字を残した。チームはこの年、第48回スーパーボウルに進出、スーパーボウルを前に、空いた RB、マーション・オン・リンチを封じ込めたいと意気込みを語った。 2014年、8月練習中に膝を骨折し、レギュラーシーズン最初の3試合を欠場、その後第5週の試合に途中出場、第6週のニューヨークジェッツ戦に先発したが、左膝を負傷し、復帰可能なオプション付きの故障者リスト入りした。第14週のサンディエゴチャージャーズ戦で、室外剣を痛めて、シーズン絶望となった。2015年は、ブロンコスの 第50回スーパーボール制覇にチームメイトと共に貢献した。2016年3月9日、シカゴベアーズと4年契約を結んだ。シーズン開幕戦のヒューストンテキサンズ戦で11、タックル、ブロックオズワイラーをサックするなど2 3、14での勝利に貢献した。11月28日に IR 入りした。2017年シーズンは12試合の先発で89回の タックル、5回のパスディフレクト、2回のサック、1回のインターセプトを記録した。2018年シーズン、シアトルシーホークス戦に出場するトレバさん2018年シーズン、第2週マンデーナイトフットボールのシアトルシーホークス戦では6回のソロタックル、2回のサック、1回のファンブルーホースを記録して24-17の勝利に貢献した。また、 NFC の守備部門の週間 MVP に選ばれた。このシーズンは16試合すべてに先発し、102タックル、2サック、2インターセプト、1ファンブルフォース、1ファンブルリカバーを記録した。この年チームは地区優勝を果たした。2019年シーズン、ワシントンレッドスキンズ戦に出場するトレバさん2019年シーズン、12月18日に IR 入りした。 このシーズンは旧試合の出場に止まった。2020年3月16日にベアーズと3年契約を結んだ。ありがとうございます。